はい、どうも皆さん、ティックでございます。えー、それでは、ヒョウモントけもどオレバーの身体測定27ヶ月目、やっていきたいと思います。ちょっと、不良の事故がありまして、えす、ー、で、えー、に始まっております。重さも,も見ちゃいました。115.5。見えますかね ?115.5。一応、寄っときましょうか。まあ、115.5から150ぐらいという形ですかね。まあ、ちょっと位置ずれると、あの、変わるかもしれませんが、大体それぐらいと。前回と同じですね。横ばい。いいですね。横ばいというのは健康の証かもしれません。 さあ、ちょっと戻っていきましょう。えー、どうすいません。あのね、カメラの、なんか知らないですけど、途中でデータが急に止まってしまったんで、あの、いつもみたいなオープニングにはならなかったんですが、えー、ちゃんといつもと同じように測りましたんでね。ちょっとあの、測定するこれが変わったのはですね、セントラルパイソンマウスの影響です。マウスがちょっと大きくなったんで、えー、またこれに戻して、収録しているという次第でございます。はい。懐かしいですね。初期の頃はこれで測ってましたからね。さて、えーっと、まあホロンの時と一緒、コースネークのホロンと一緒なんですけども、えー、もうほとんど、 シーの設備とはそういったものに関しては変更はありません。はい。えー、変わらずという感じですね。まあ、そりゃそうでしょうというところなんですけれども、もうだって変えることないですもん。安定してますからね、すごく。まあ、あと変えたいなと思うのはやっぱりあの、前から言ってますけど、アクリルケージにしたいというやつですけれども、もうあったかくなってきましたんで、えー、そろそろそういったことを視野に入れて、検討していけたらなというふうには思っています。まあ、これからですよね。うん。 ようやく最近あの、保温球があんまりついてないなぁと思うことが増えてきましたんで、えー、変えても大丈夫なんじゃないかなとは、えー、個人的には思います。はい。まあ、実際変えてみてってところですけどね。<laughs> 今月はね、餌、結構、今月も落ち着いてたかなって感じで、先月あんまり食べてなかったって言ってましたけど、今月もね、そんないっぱい食べてるイメージはないです。うん。 まあ、欲し、食べなかったわけではないですけれども、そんなガツ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 欲しがってたっちうよりは、なんか、あんま食べへんね、最近どうしたみたいな感じで、一週間に一回、欲しがるか欲しがらないかぐらいのペースで、結構、スパン長いなと、個人的には思ってます。長いからね、なんかね、こう、大丈夫なんかなと思って <laughs> なんか、ちょっと欲しそうみたいな時あるんですよね。ちょっと欲しそうないけど、実際目の前見せっと、うーん、みたいな感じにされて、あれいらんのかいみたいな。 で、また数日ずっと今度は本番欲しいみたいな感じになったりねして、なかなか気難しいですよね <laughs>。まあそうやって振り回されるのがまた、あの、爬虫類飼育の面白さなのかなというふうには思ったりしますけども。結構、哺乳類とかであんまりこういったのって聞かないですよね。結構いいもんあげたらちゃんと食べたりとかガツガツ食べる、毎日食べる子たちなんで、そういうイメージですけども。割と爬虫類はこのなんか、餌を食べる食べないに悩まされる種かなというふうに思ったりしますんで、そこがまた楽しみの一つなんじゃないかなと思います。 最近ね、やっぱね、ちょっとね、あの、これじゃないけど、あ、そう、あ、そだあれだ、思い出した思い出した。今ちょっとなんか、簡単な雑なしようと思ったけど、そう、そんなことよりもっと大事なことだった。あの、ウェットシェルターね、ちょっと動画先、伸ばし、先伸ばしになってるんですけれども、2年経過したんで、新しいの買って、新しいのに交換という形になってます。古いのは一応、えー、使用停止するという形になってます。まあ、2年経って日ソさんね、かなり、あの、やっぱ2年、 じゃあ、1>, 1年か。1年くらい使ってると、やっぱどうしてもね、あの、水かびとか出てきますね。結構使ってても。まあ、もっと頻繁に洗ったりとか、あの、天日干ししたりしたら、もっと防ぐことが可能なんだと思いますよ。なんか、あの、須藤さんの、あの、ウェットシェルターの時にすごく、あの、もっと防げますけど、みたいな感じでコメントされたことはありますけど。<laughs> でもまあ、なかなか毎日ね、シェルターどけて洗ってっていうのはね、できひんとこもあるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。どうですかね。俺はあんまり、シェルターを毎日どけてるのは、ちょっと精神、あの、気持ちの面であったんでね。 今回も、あの、前の須藤さんと変わらないスパンでやってます。あんまり、あの、もっと脆いかなと思ったけど、あんまり変わってない印象ですので、ね、その辺はまた、あの、動画アップロードされると思いますので、そちらをお楽しみという感じですね。とりあえず継続して、日ソさん使っていこうかなと、今のところは思ってます。ので、新しいのもとりあえず日ソさん買ってますね、今は。はい。本当ね、ほとんど。あ、でもね、最近ちょっと、あの、ウェットシェルターの上に乗っかることは、この1ヶ月多かったなという感じはします。 まあ、もしかしたら今までから乗っかってたけど、俺の見えへんところで乗っかってただけなのかもしれませんが、かなりね、ウェットシェルターの上にね、乗って遊んでるところを見ますね。なんでなんでしょうね。急になんかその立体活動が。も前もね、行けたと思うんですよね。こうなんかすごい、立体活動をしたがるくせに、 できねえっていうのは、がるんだけど降りれねえとか、その登ったりする道路が低いから、降りたりそういうの下手くそみたいなとこはね、この子たちありますけどもね、何なんでしょうね。<laughs> 下手くそなんだよったらやんなよって思うんですけど、なんか下手くそなくせに一丁前にやりたがりますよね。そういうところはちょっと面白いなと思ったりしますけど。<laughs> そこはまたモンとかけモドキの魅力なのかもしれませんが。非常にそういうところは愛らしく可愛いなと思いますね。そう、最近あの、ちょっとうちの近くのショップにね、モンとかけモドキのこの、 売ってるコーナーが、まあ、ベッドショップっていうほどでっかくなった、ただのホームセンターなんですけど、標本トカゲモドキ初めて売り始められて、で、結構その、標本トカゲモドキのコーナー自体もちょっと、ちょっとちっちゃいっていうよりはね、割と数匹いたりしてね、あの、いるんでね、なんかちょっと標本トカゲモドキブームが、またちょっと来るんじゃないかなと、新潟にも。新潟に旋風を巻き起こすんじゃないかなと思ったりするんですけど、どうなんでしょうね。<laughs> そういう時の、まあ一つのきっかけになれば幸いかなと思ったりしますけど。で、あの、デュビアね、 あの、順調に食べてます。相変わらずディビアあげてますね。で、この間あのディビア用にブログでは限定でアップロードしたんですけれども、えー、ベジバーガー。グラウンパイと同じメーカーに出してるあそこのベジバーガー買ってみて、えー、あげてますって話しましたけども、ベジバーガーね、もしかしたら食べんちゃうかなと思ってちょっとね、ちょっとだけトライしたんやけど、まあ見向きもされなかったよね。当たり前ですけど。<laughs> まあ、基本上げるようなものじゃないんですけどね。でもまあ、もしかしたらこっちやったらと思って、ちょっと反応すっかなと思って見たんですけど、案の定もう外を向かれてしまいまして、全然ダメですね。まあ、あの、グラウパイの方がいいと思いますよ。あの、ベジバーガー消してあげることは推奨されてるとは思いませんので、あの、基本的にはグラウパイにいいと思いますけどね。ちょっとたまたま家に、あの、入手して手に入れる機会があったんで、あの、ディビア用にね、ちょっとトライしてみようかなと思ってやってただけです。ちょっと好奇心ですね、ちょっとした。 ちょっとした好奇心ですけれども。ええ、全然満たされなかった。体 <laughs> 積大して気に入られなかったね。うん。う、どうした可愛 <laughs> かわいいですね、ほんとね。なんかね、あの、ヘビとね、これを最近すごく比較してみることがあって、やっぱ表門峠本木かわいいわ。うん。は <laughs> 今更かもしれんけど、やっぱね、この子なんで人気になのかすごいよくわかるわ。かわいい。うん、基本的に。 すげえ可愛いなとなんかここ最近思うね。なんでしょう。2年、2年ちょっと経ってこう、改めて再確認していく可愛さみたいなところあるんかもしれませんけどね。<laughs> すごい可愛いですね、最近思うのは。 まあ、結構あのー、ひょうもとかけもどき買いましたっていうのもね、だいぶあの、落ち着いてきたかなっていう感じしました。あ、そう、最近でもそう、ひょうもとかけもどきでやっててよかったなと思うのは、あの、デュビアとかミルワームですね、あの辺、ちょっと動画この子のために上げてたわけですよ。いろいろやってね、やってましたけど、まあ、ああいった動画上げててよかったので最近結構ミルワームとかデュビアから、あの、俺の動画とかそういうところに来てくださる方多くて、あれを結構見られてるらしいですよね。あれの再生回数の伸びがすごいんで、あの二つ。デュビアとミルワーム。意外とこの、 餌をね、トライしようと思ってるけど、実際どうなんやろうって思ってる方が多いんじゃないかなという認識でした。はい。結構すごいですよ、伸び。今までだってこの、このこのエの説明とか不動の人気の1位やったわけですよ。まあ時間長いっていうこともあったんですけど、ああ、やっぱりみんなヒョウモントカゲモドキって人気なんやなっていう風に思わされてたんですけど、最近は餌昆虫の方がなんか来てますね、だいぶね。 そんなに不安なんかな。でも最近はだいぶ見る機会増えたと思いますけどね。イベントとか行ったらデュビアもいますし、ミルワンもいるし、コオロギもいるし、すごい見る機会たくさんあると。まあ、イベント行ったことない人はまた別ですよ。それは別なんですけどね。イベント一回行きゃ、あの、全部見ることができますからね。デイトも実物見たことない方はそうやってトライするのもいいと思いますし。あの、昔はコオロギしか売って、 コロキとミルワームしか売ってなかったイメージですけど、最近はホームセンターでも結構レッドローチとかディビアとか見ますよ、俺。まあ新潟だけかもしれないですけど、俺は結構近場ではあのレッドローチ売ってたりとかディビア売ってるのを見たことあるんで、割と目にする機会は増えてきたんじゃないかなと思いますんでね。まあ俺の動画で参考になれば幸いですけれども、ええ、<laughs> なかなかでもね、見てもね、やっぱ実際に触るのは違うよ。うん。やっぱり、 一番最初、ジュビア見たとき、やっぱね、羽生えてる成虫と、あの、黒光りしてるメスの成虫もどっちも、お、おーってな、なりましたやっぱり。一番最初見たときはお。なかなかパンチ効いとんなと思いましたから。やっぱこの動画見て、大丈夫なつもりでもやっぱ実際見るとね、なかなかってとか出てくると思いますんでね。あの、その辺はちょっと、あの、実際見る機会がね、なんとか恵まれればいいんですけどね。デートを見る機会があったらトライしてみてほしいと思いますが。 やっぱね、ゴキブリだからね、所詮ね。<laughs> 周りの人受けも悪いしね。でもやっぱ慣れって恐ろしいもんで、やっぱ絶対慣れてきます。必ず慣れてきますんでね。今もう、ディビィアの成長なんてあの動画でも何の衆蝶もなんかひょいって思ってますし、あの、この子じゃないですけど、ベルツの方にあげたりしてますからね。そういった面では、慣れって怖いですよ、本当に。簡単に持てるようになりますからね。まあ、さすがに最初全く持てねえやったらね、ちょっとやめといた方がいいですよと言いますが。<laughs> ある程度いけそうっていうところあるんだったらね、あのディフィアすごい便利ですから。 トレーされてみればいいんじゃないでしょうか最近ディビアねやっぱある程度増えてくるとねあんまり繁殖するの遅いなって思わなかったりするんですよねヒョウモトウゲモトの動画なのにすげえディビアの話ばっかりしてるけどね <laughs> どうなんだろうねちょっとね今度のイベントでねすげえこうヒョウモトカゲモトキかニシアフクリカトカゲモトキを迎えそうで怖い自分がいるんですよ今度登録かめっちゃ怖い うん、あの辺なんか手つけそうです。すごい怖い自分がいるのでね。<laughs> なんとか節制したいなと思いますけども。まあ、あのオルバーはすごく健康で元気にいい感じでし、尻尾もプリプリって、プリプリってね、プリプリってしますから、えー、元気でございます。はい。ちょっとアリオンが使えないのはね、残念ですね。アリオンですごい色綺麗に発色したらなっていう野望があったんですけど残念ながらそれはちょっと見たせなさそうだったのが、それだけ本当に残念です。あ今月残念なことはそれです。うん、アリオンが使えない。この子アリオン相当嫌みたいですね。 もう水滴ついたらすごい。見たことない。尻尾こう、プルラー上げて、あの餌なんかちょっとこう、尻尾をこう、くねくねってする動きは多分、ひょうもとかぎもとき飼ってたら見たことある方多いと思うんですよ。こう、尻尾上げてくねくねーってするやつ。あれは見たことあるじゃないですか。そこからもう、この、このケースにですよ。もう、バチーンって打ちつけるわけですよ。バチーンってね。すごいですよ。何これと思って。ちょっとね、この子はアリオン嫌いみたいですね。 はい。まあ、でも、標本トカゲモドキみたいに、こう脱皮不全になって、なかなか蛇みたいに追いつけてこうめくったりするの、ちょっと怖いこの指装置怖いじゃないですかこの指取っちゃいそうで、うん。すごい怖いんですよね、触っとき。なんで、そういった方にはやっぱりね、アリオン使えるんだったら使っていくとね、いいかもしれませんね。うちの子ではちょっと試せなかったんで、どんな感じか見れ、見せれないですけれども。よかったですよ、そんな方かがなか。はい。ま、あそんなことで10分ね、経ちましたけれども、全然標本トカゲモドキ関係ない話するっていう、このね、カオスさ。まあ、あほら。 見せてるのが大事ですかこうね。動いてる姿。あ、可愛いなーってこれを見ていただいて、話はちょっと関係ない話みたいな。<laughs> そんな感じでいいんじゃないかと、身体速度動画は思っております。はい。じゃ今回はこれぐらいにしましょうかね。とりあえず体重横ばいで良かったです。この体重キープできるようにちょっと頑張っていきたいなと思います。はい。メディアでありがとうございました。まぁ、あ、ということ次の、パー、次の身体速度動画か。あるいは何か別の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。